お、みんな見てみろって、こんな光景日本じゃ見られねえな。テルさん、はしゃぎすぎですよ。あまり動き回ってると衣装を汚して怒られちゃいますよ。このロケ地再現度高すぎじゃねえか。今日の撮影のために1ヶ月でランク50まで上げたんだぜ。なんだよ桜庭、その顔は。お前だって役作りのために遊んでるって言ってなかったか。話にならない。原作を徹底的に把握するのは役者として当然のことだ。ことさらに誇ることではない。くっそー、燃えてきた。この撮影お前にだけは絶対負けらんねえ。二人ともはしゃぎすぎですって。ほら急がないと遅刻しますよ。はい、ドラマチックスターズさん入ります。お願いします。おお、見てくれよこの剣、太陽みたいに真っ赤でかっこいいよな。暑苦しいことこの上ないな。その点僕の衣装はクールで美しい、素晴らしいデザインだ。あれ、服は機能と清潔感があればいいんじゃなかったですか。衣装を褒めるなんて珍しいですね。別に褒めてなどいない。ただこの美術のこだわりを、そう、制作の域に感心しただけだ。そういうことにしておきますね。柏木、だから違うと言って。まあいいじゃねえか桜庭、みんなグラブル風の衣装がお気に入りってことでよ。翼だってその空をイメージした衣装すげえ気に入ってんだろ。ええ、このゲームの気空士さんってどこかパイロットに通じるものがあって、ちょっと懐かしかったり。うわあ、何なんですか急に。なんということだ、この僕がカメラが回ったことにすら気づかないなんて。もう撮影始まってるんですか。リハーサルもまだなのに。いや待て、そもそも台本にはこんなシーンなかったはずだな。なるほど、読めたぜ。監督は試してんだ。試すって何をですか。俺たちドラマチックスターズのアドリブ力に決まってんだろ。もらったぜ一番星。あ、待ってテルさん。この光は撮影用の特殊効果。デルさんすごい、まるで魔法みたいですって。あれ、確かあれってピエール君のぬいぐるみ。でもどうしてあんなところに。あれ、なんか雰囲気変わりました。心なしか風が強くなった気が。確かに空気が違うというか、いや地形が変わっている。カメラは、機材は、スタッフは、みんな消えちまったぞ。一体どうなっちまってんだ。なんだ兄ちゃんたち何者だ。まさかこの声は。なんだよ、そんなにじろじろ見るんじゃねえや。
すげえ、どうなってんだこれ、まんま B じゃねえか。俺雑誌で読みましたよ、今時キャラクターのロボットなんて映画では珍しくないそうです。つうことはトカゲの、いや B ドロイドってやつか。おい、おいらはトカゲじゃねえぞ。うわマジか、 B のトカゲツッコミまで出るのかよ、完成度高すぎだろう。皆さんは B さんのこと知ってるんですか。へえ、ルリアもハマり役だな。その髪地毛にしか見えねえけど、よくできたウィッグだな。え、ハマり役、ウィッグ、何ですかそれ。うわ、そっちの人、それジョブの衣装だろ。そこはそんな風になってたんだな。ちょっとテルさん。なんだよ。この子たちちょっとすごくないですか。え、すごいって。ほら、こんなに小さいのに完全に役に入っているじゃないですか。もはや子役のレベルじゃないです。俺悔しいですよ。テルさん、俺たちも負けてられません。翼の言う通りだぜ。せっかくこいつらが頑張ってんのに、俺たちが台無しにしちゃ格好がつかねえ。共演者として恥じない演技をしっかりやんねえとな。みんな聞いてくれ、俺たちはドラマチックスターズ、あんたたちの船を守るためにやってきた。ああ、そうだったんですね。皆さんは飛空士なんですね。はあ、なんでそういうことかよ。だったら最初からそう言えよな。本当にこれは撮影なのか。何かがおかしい気がするのだが。あれ、テル？ん？おかしい。テルたちの声聞こえたはず。でも、ねえカエル、聞こえたよね。